それでは両チームのスターティングメンバーを予想フォーメーションでご紹介します。ホーム鳥取です。 4-4-2 のボックス型、ゴールキーパーは8試合ぶりの出場の田尻、フォーバック右から魚里、永井、鈴木、丸山、ボランチは瀬瀬と3試合ぶりに戻ってきた新井、そして今日は右に田村、左に8試合ぶりのスタメンの小沢、ツートップは沢上と3試合ぶりのスタメンの田口、前節から4人が入れ替わっています。阿部北九州の予想フォーメーションです。小林大成から慣れ親しんだ 4-4-2 のボックス型、ゴールキーパーは加藤、怪我による長期離脱からの復帰戦、およそ1年ぶりの出場となります。フォーバック右から藤谷、川野、藤原、乾、ボランチは武坂と5試合ぶりのスタメンの西村、スタートからこのコンビは今季初です。右に藤川、左に佐藤、ここは左右逆かもしれません。ツートップは高澤と前川、前節から2人が入れ替わっています。田口、田村、股を通して魚里、縦に田村、自ら仕掛ける力がある、股を通して魚里、折り返し瀬瀬のシュート、ワンタッチありまして、北九州は最終ラインとゴールキーパーの間スペース空いています。ここを先ほどから9番の田口が狙っています。そして田口マイボールにした、中には沢上、田口シュート打つか、シュートこぼしてゴールラインを待っていません。さあ小沢仕掛ける、中への折り返しはシュートは打てません。奪ったのは北九州です。藤川から縦、高澤通りました、鈴木の裏、高澤切り返して横へ、佐藤のシュート決まりました。先制ゴールは北九州、佐藤亮今季5点目、ここ1本です。試行している相手の裏にシンプルにボールを入れていって飛び出していくという攻撃的なサッカー。高澤切り返して佐藤が待っていました。ここで鈴木が振り切られる、魚里も滑ったんですが、佐藤のシュートはゴール左、ネットを揺らしました。最終ラインで回すのは北九州、間で取った武坂、中には高澤、高澤縦に流れた、高澤落としてここからつないで藤川のシュート、田尻が弾きました。前川から左足でダイレクトで合わせました。ファーサイドに高澤、そして前川中に入っています。高澤を狙ってここで後ろからダイレクト、強烈なシュート、藤川中でなかなかフリーで持てていない沢上、そして田口です。小沢から新井、もう一度左、田村が中に上げてヘディングシュート、決まりました、沢上隆二同点ゴール。厳しいマークに合っていました沢上隆二、アーリークロスから頭で合わせました、今季2点目。田村がいいボールを上げました。沢上に対しては川野がしっかりついてはいたんですが、その手前で触ってフリックのような形、沢上隆二ゴールを決めまして今季2点目、鳥取追いつきました。鈴木から、さあ高い位置で北九州、高澤から縦パス、前川、前川のシュート、ここにはついていけない鳥取のディフェンス、フリーランニングで入っていった前川、さあ田口が走る左サイド、中に上げたファーサイド、折り返し、このボールはゴールキーパーの加藤がキャッチしています。コートの中段で本村が奪った、左の佐藤スピードを上げる、中には平山、そしてファーには高澤、本村が追い越しますが乾からダイレクト、高澤が入ってきた、決まりました、勝ち越しゴール、高澤優也今季6点目。ここから乾のいいクロスが入りました。
待っていたのは高澤、高さを見せます。もうラストプレーとなるでしょうか。ここで長いホイッスル。ガイナーレ鳥取対ギラバンツ北九州の試合は2対1、アウェーの北九州が勝利を収めました。北九州は2試合ぶりの勝利、そして今季アウェーでの勝利は6試合ぶり、2試合目となります。一方で鳥取は2連敗となりました。